サキと一緒に父さんを探しに出て、数日が経った。未だに父さんの手がかりは見つかっていない。あれから、レイとも連絡がつかないし。一体、どうしちゃったんだろう。治療ども、さっき、こいつら全員ぶっ下げるよ。言われなくても。切り刻む。みんなぶっ殺してやる。カキ、怖かったら後ろに下がってもいいんだからね。むしろこういう時は妹を目立たせてくれてもいいんじゃない。お姉ちゃんなんだから我慢しなさいっての。妹のくせに出しゃばりすぎ。切り刻む。まるで何かが出てきたような穴ね。何かが落ちた穴かもしれないよ。どうだか。Thank you.
ばお姉ちゃん、あれ言わないの？あれって？私の名前はアヤ。剣の扱いだけは誰にも負けない。ちょっと変わった。女の子よ。剣術に関しては全部。ストップ。じゃ言うなら真面目に言い切ってよ、恥ずかしい。じゃなくて、なんで知ってるの？もしかして読んだの？私の。ポエム？音読してたら覚えちゃった。バカ！私の自己流。自己流だ。それでそこまで強く戦えるんだからすごいよ。そうかな。都合のいい選択肢があるなんて到底思えない。レイとも連絡がつかない。そのレイっていうのはお姉ちゃんの知り合い？そう、サキと父さんを見つけるために私に情報を提供してくれていたんだけど。そのうちばったり会ったりして。会っても分かんないけどね。今まで端末でのやり取りしかしてこなかったし。え、そんなやつ信用してたの？大丈夫？こんな世の中だししょうがないでしょ。今だってショップアプリは機能しているんだし。あれ、レイが入れてくれたの。へえ。ほら行くよ。あ、待ってよ。